近は海老蔵さんが再婚するかどうか、もうこのカードの展開がね、素敵すぎて、ちょっと、うるってなっちゃうようなね。皆さんこんにちは、サラです。今日もリクエストいただいた市川海老蔵さんの再婚はあるのかっていうことを見ていきたいと思います。市川海老蔵さん、11代目でもこの人名前変わりましたよね。ん？海老蔵のまんま？あ、まだ襲名じゃないのか。團十郎は予定になってるんですかね。この人は、射手座で誕生数が33。もうね、射手座っていうとね、自由を愛し、生まれながらの冒険家っていうね、エネルギッシュでポジティブで、いつも新しいことを求めている人。あらゆる分野で変化を求めていく。適応能力が高くて、驚くべきエネルギーを持っている人。まあ、自分がね、輝くために常に何かこう刺激を求めている。射手座さんって本当にね、冒険家、自由が好きなんですよね。だからこうしろああしろって言われても、なんでって思うようなね。ただね、とってもね、正直で誠実で、人間としてはすごくいい人だと思いますね。で、内面を表す月の星座が天秤座にあります。天秤座に月がある人っていうのは、とても親しみやすくチャーミングな人で、とても人にね、親しまれる要素を持ってる人。まあ恋愛関係においてはそれほど好きじゃなくっても、ちょっといいところを見せてしまう部分があるのかなっていうのはあるかもしれませんね。で、誕生数が33。まあ、誕生数33っていうとね、まあ、よく出てくる佐藤健さんなんですけどね。地球規模の愛、献身的な奉仕、慈悲、人を引きつける力っていうね、マスターナンバーの人なんですね。だからもうそういう意味ではね、もう本当にこの人の愛っていうのは普遍的で、人道的な地球規模の愛。だからまあいろんなね、部分で勘違いされてしまうかもしれないけど、とても魅力的で優しい人なんだろうなと思いますね。で、優しさや思いやりがあるだけでなく、勇気があるっていうのが誕生数33の人。もうなんかまあね、亡くなられたね、前の奥様、その前の奥様っておかしいね、小林麻央さんとのね、出会いによって本当にこの人はまあ変わったのかなというか、本来持ってた質が出てきたのかなっていう気がするんですよね。若い時はね、結構なんかこう暴力事件とかね、まあおごりがすごくあったんじゃないかとは思うんですけど、こう真央さんと結婚されて、で真央さんががんになって、本当にまあそれを一生懸命ね、献身的に、まあ、看病もされたと思うし、そして片やね、仕事も一生懸命されてね、で、まあ、真央さん亡くなられた後、2人の子供さんをね、もうこれだけね、一生懸命育てていらっしゃる方って、もう本当になんか、なかなかできないんじゃないかなって思うことをされてると思うんですよね。だから若い時の、この私、若い時の海老蔵さんのイメージってあんま良くなかったんですけど、結婚した後で、まあ真央さんが亡くなった後のこの海老蔵さんっていうのは、もう本当にもう素晴らしい人だなーって、もう常々ね、思ってるんですね。で、まあ先日ね、小林マヤさんのことを配信しましたけど、まあマヤさんがその
結婚してちょっとお相手の方がねスピリチュアルな感じでね、洗脳されてるようなねことを、まあ海老蔵さん自身が感じたんでしょうね。で、しばらく長い間ね子供さんたちを会わせなかったみたいで、最近になってね、ようやく久しぶりにお帰りみたいなね、投稿されてましたね。私はね、先日のタロットの展開見てると完全に解放されて元に戻ったとは思えなかったんで、まだまだね海老蔵さんと元のような関係に戻るかなどうかちょっとそこはね疑問なんですけど、ただまあ海老蔵さんのね子供たち2人がねとってもマヤさんのことを好きみたいでね、会わせてあげたいっていう気持ちは、あるんだろうなとは思いますけど、なかなかちょっとねマヤさんとの関係はねどうなんだろうなって思うとこですね。それとは別にね、なんか女性とデートしてたっていうフライデーされてましたよね。だから真央さんが亡くなられてもう4年経ってるんですね。子供2人のこと考えたらね、あとやっぱり歌舞伎の世界にいてて一人でねやっていくのってすごく大変だと思うので、周りからはもしかしたらね再婚も勧められてるんじゃないかなとは思いますけど、果たして海老蔵さん自身がね子供のことを考えたり、やっぱり真央さんへの思いがなかなか断ち切れなかったりして、再婚に気持ちがいかない面もあるんじゃないかなとは思うんですけど、海老蔵さんはアメーバーかな、ブログも始めた頃にもう一日に何分に1回ぐらいのね頻度で更新されてて、私ももう本当最初はね見てたんですけど、ちょっとあまりにも頻度が多いので見ることができなくなって、で最近は YouTube でね子供さんたちとのこう日頃普段のね生活なんかをね配信されてて、すごく微笑ましいなと思ってたまにね見たりはしてますね。ちょっとコロナでね舞台とかもねなかなかできなかったりして、すごいモヤモヤしてたと思うんですけど、ようやくね行動解除されてね、行動制限解除されたし、これから舞台とか、テレビとかもね精力的にまた頑張られると思うんですが、私はずっとねもう体の心配しますね。やっぱ子供さん2人いてるんでね、できるだけ長生きしてね元気に活躍してもらいたいなとは思ってるんですけど、今日はそんな海老蔵さんがね再婚するのかどうか、タロットなんで長期的なことを見ることはできませんけど、今現在再婚ようなね言うとね、女帝が見てるのは世界のカード、隠者が見てるのも世界のカードを通してね女帝を見てる、もう小林真央さんなんですよね。で知的で美しい女性、永遠の愛を誓う、でもう過去の愛に生きるっていうね、もうこの人にとっては真央さんしかもうないんですよね今。当然ね子供さんたちもだんだん大きくなってね、今お父さんが再婚するなんて言うともちろんね嫌がるとも思うし、でそれを海老蔵さんも分かってるだろうし、でもそれ以前にもう海老蔵さんの中にはまだまだね真央さんが生き続けてるんですよね。だから将来ね子供たちが大きくなって自立して、もうお父さんそろそろ再婚したらってね
いう時が来るかもしれないけど、まあ、このねカードの展開見ると、もう海老蔵さんは真央さんのことしか、もう真剣にね交際して結婚した相手、まあ、もう真央さんしかもうないんですよね。まあ、なんかね真央さんを超える人が現れるかどうかは別にしてね、やっぱりね本当に愛して結婚してもう数年でね、やっぱり亡くなった奥さんのことをね、やっぱ忘れられないんだろうなって思いますね。うん、なんかもう純愛というか美しすぎるこのカードの展開がね、まあ、これを見る限りね、海老蔵さんが再婚するっていうことはちょっと考えにくいなっていうのが、まあ、今日のタロットの展開ですね。うん、ということで今日は、市川海老蔵さんが再婚するかどうかっていうのを占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストがあればお寄せください。